少々、重本の母は、谷崎十日郎の長編小説、王朝仏の時代小説である。美しい若妻、北の方を、藤原時平に強奪された老齢の藤原国常の、猛襲の念と、その維持、藤原重本が恋したう、母の面影の物語。戦後の谷崎文学の傑作の一つとして、多くの作家や、 文芸評論家から賞賛された作品で、恒例の谷崎自身の幼い頃の母の記憶、永遠の女性像を固くしている作品でもある。1949年11月16日から1950年2月9日まで、毎日新聞に連載された。単行本は1950年8月に毎日、新聞社より刊行された。以後これまでに、 幾度となく舞台化やドラマ化がなされ、海外でも翻訳がなされている、代表作である。正体の頃、恒例の大納言、藤原国常は、その美しい妻、北の方を、弱敗の左大臣、藤原時平に奪われる。本書は、根弱物語が伝える、この史実を元にしている。少々、重本の母とはこの北の方のことで、 少々、重本とはその北の方が国常との間に設けた、和子、左この絵少々、藤原重本のことである。物語は成長した重本が幼い頃に別れた、霧になっていた母と、月夜の桜の木の下で再会するところで終わる。しかし谷崎が描くのは、この重本ではない。焦点はむしろ北の方に置かれ、その周囲で、彼女に関わる地位や、 羊などが異なる、様々な男たちを描いているのである。そして、谷崎はこの北の方についても、彼女が類いまれなる美女であるということ以外に、その性格や様相などの描写はほとんど言っていない。ただただ絶世の美女であるということしか述べられていない。北の方は、どこまでも空虚でつかみどころのない存在である。これが逆に周囲の男たちの言動の浅ましさを、際立たせ。 彼らの情や、色や欲のみが、次々と浮き彫りにされてゆくことを可能にしているのである。そうした構図の中では、重本の母に対する悪ことなき死母の年えもがまるで、愛欲の常念のように映ってしまう。その意味で重本の扱いは、北の方をめぐる、他の男たち、彼女を奪った、時平、奪われた、国常、そして彼女のかつての常人だった、平忠。中。 と同等であり、彼もまた等しく、脇役に回っているのである。谷崎は、根尺物語の他にも、平中物語、五千秋、実金賞などから逸話を取り入れ物語に肉付けを、している。最後に、重本が、北の方と再会するくだりは、写本の一部が残るのみの、修復学文庫所像、重本日記によって描かれていることになっているが、 これはその日記の存在自体が、谷崎の創作によるものである。三代目、市川久司会の左大臣、時平昭和26年6月大阪歌舞伎座、少々、重本の母より、母恋日の木に関するカテゴリー。ありがとうございます。